どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今ね、私は、おなじみのね、羽田空港国際線ターミナルの、京急のね、電車の乗り場におります。本日はね、とうとう最後になりました、ダイヤモンド修行ですね。本日は、東京から、クアラルンプール、行きたいと思います。今回はね、エコノミークラスを利用させていただいて、クアラルンプールに向かいます。で、残念ながらね、一応アップグレード申請してたんですけども、残念ながらね、今のところ、プレミアムエコノミーのね、アップグレードいただけておりませんので、今のところはエコノミークラスで行くっていう感じですね。昼の3時ぐらいなんですけども、これからね、チェックイン、もうチェックインねできると思いますんで、早速ねチェックインしていきたいと思います。それではね、ちょっと感慨深いですね。まあ、一応ね、ここからクアラルンプールに向かって、クアラルンプールからまた帰ってくるんですけどね。それではね、行ってみたいと思います。それではね、羽田国際線チェックインカウンター来ました。本日もここからね、チェックインしていきたいと思います。毎度言ってますけども、2018年ね、SFC 取っておりますんで、今現在ね、プラチナステータスということで、ビジネスクラスのね、チェックインカウンターで、エコノミークラスですけども、チェックインね、していきたいと思います。それではね、無事チェックインすることができました。今のところね、プレミアムエコノミーは満席ということで、今のところはね、エコノミークラスとなっております。早速ね、出国審査、保安検査場ね、行きたいと思います。それではね、出国審査、手荷物検査を終えて、制限エリアの方にね、来ました。今回はね、せっかくなんで ANA ラウンジをね、利用させていただいて、搭乗時間までね、待ちたいと思います。まあ、かなり混雑していると思いますけども、行ってみたいと思います。それではね、ANA ラウンジに着きました。ちょっと混んでるかと思うんですけども、せっかくなんでね、利用していきたいと思います。シャワー等々もね、利用させていただこうかなと思います。今日ね、0時5分発ということなんでね、深夜便となっておりますんで、シャワーもね、利用させていただきたいなと思っております。それでは行きます。ここはね、110番ゲート付近ですね。この時間帯は、こっちしかね、やってないみたいなんで、行ってみたいと思います。それではね、ANA ラウンジの、シャワールームね、来ました。こんな感じです。今ね、3時半ぐらいかな、そのぐらいだと思うんですけども、まあ、やはりね、この時間帯ということもありまして、本当にね、すぐに、案内していただけました。これからね、多分混み合うと思うんで、ちょっと早めにね、利用させていただいております。アメニティはね、こんな感じで。すごいですね。歯ブラシから、ヒゲ剃り、くし、シャワーキャップ、ヘアブラシまでついてますね。で、あと、バスタオル。すごいですよね。スリッパまでついてるんですよ。で、あとお手洗いですね。で、シャワールームはね、こんな感じになってます。固定式と、動かせるやつがね、一緒になってまして、シャンプーはね、こんな感じです。では、軽く浴びたいと思います。それではね、シャワー上がりました。いや、いいっすね、この扇風機がとてもいいですね。ダイソンドライヤーで、すごい。いや、これいいっすね。
近いからですけど、そこを書きます。せっかくなんで、感想はね、ひどいの。いやー、この扇風機本当にいいですか。すごい涼しい。それでは、今ね、ラウンジに入ってきて、もうその場でシャワールームで、ね、お願いしましたんで、これからラウンジの方に戻ってちょっとゆっくりしたいと思います。それではね、ラウンジの方に移ってきたんですけども、今ね、何時だ、今5時半ぐらいですね、かなり混雑していますね、ちょっとここまで混んでるとティアットラウンジに避難したくなりますね。っていうことで、今コーラをいただいてるんですけども、これ飲み切ったらいつも通りね、せっかく ANA ラウンジ使えるんですけども、ちょっとねティアットラウンジの方にね移動したいと思います。いやー、混んでますね。コーラうまいっす。ちょっとねティアットラウンジの方に移動して、まだねフライトまで結構ありますね。6時間ぐらいありますんで、そちらでね PC 作業などして、搭乗を迎えたいと思います。いやー、有料でね利用できるように、いつだったのかな、昨年だったかな、できるようになりましたんで、まあ、それもあるんでしょうね、いたしかたないですよね、まあ、ダイヤモンド収容がね、完了できれば、できればというか、まあ、完了すればですね、次回からね、ANA スイーツラウンジ、スイートラウンジか、入れるようになりますので、まあ、そちらもね楽しみにしていただけたらなと思います。それではちょっとコーラを飲み切ったら、ティアットラウンジの方にね移動したいと思います。いやー、混んでますね。まあ、お酒の種類とかね、食事の種類とかを比べると、やはりねこちらの方がね、食べ物とかね、お酒とか、そういう意味ではこっちの方が充実してるんですけどね。したいっていう方はね、ティアットラウンジでいいんじゃないかなと思いますね、お酒とかもね、ちょっとこっちのこだわったその ANA ラウンジもね飲みたいとかね、まあ、こっちはヌードルバーとかもありますんでね、ティアットラウンジはカップラーメンぐらいしか多分ないと思いますんで、まあ、そういうので ANA ラウンジもね、まあ、充実してますんでね、まあ、そちら楽しみたい方はね、ちょっと混雑してますけども、まあ、ANA ラウンジの方がまあいいのかなっていう感じですよね、まあ、私はねお酒もそこまで飲みませんし、まあ、食事もね機内食がありますので、まあ、そこまで食べないので、まあ、ちょっとね飲み物とちょっとゆっくりできればいいなぐらいなので、まあ、何よりね、まあ、空いてる方がね気兼ねないですよね、っていうのでね、ティアットラウンジの方ね、いつも利用しちゃってますね。もったいないですよね。それではティアットラウンジに移動します。それでね、ラウンジ出ました。なんだかんだね、6時間ぐらい滞在してましたね。居過ぎですね。それではね、搭乗時間もうそろそろなりますので、ゲートの方にね移動したいと思います。それではね、搭乗ゲートの方に着きました。もうすでにね、かなり並んでおりますけども、あと 2,3 分で、搭乗開始すると思いますんで、ここらでね、待っていきたいと思います。いや、すごい並んでますね。ビジネスクラスもかなり並んでますね。おそらくね、映ってないと思うんですけども、奥にね搭乗ゲートからこうやってエスカレーターで下がって行く感じなんで、奥の方にね飛行機見えますね。
本日乗る機体が、あちらになります。それではね、搭乗開始しましたので、搭乗していきたいと思います。ビジネスクラスもね、20人以上並んでますねそれでは行ってみたいと思います。それではね、無事搭乗することができました。今回もボーイング787ですね。今回こちらで、クアラルンプールまで行きたいと思います。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. これより機内の安全についてご案内します。 May we have your attention for the following safety instructions.荷物は座席の上のものに入れ、または前の座席の下に収納してください。Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. 窓はね、こんな感じで軽く楽しめるぐらいですかね。まだね、搭乗したばっかりなんで、飛行機動くまでね、しばらく待ちたいと思います。もう羽田は今夜の11時半過ぎぐらいなんでね、もう真っ暗ですね。それではね、飛行機が動き出しました。まもなく離陸となります。皆様、離陸いたします。シートベルトをもう一度確かめください。 Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. それではね、離陸します。 Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you.それではね、無事離陸することができました。夜景が綺麗ですね。それではね、約6時間ぐらいのフライトですね、楽しんでいきたいと思います。今年のね、ダイヤモンド修行でも、この機材ってだいぶお世話になりましたね。約6時間ぐらいのフライトですかね。非常口出席でね、楽しんでいきたいと思います。今回ね、エコノミークラスの非常口座席で、333の、そうですね、333の座席で、私は 28A というね、窓側の座席にね、座っております。やはりね、この非常口座席で、足が伸ばせるだけでもね、やはりだいぶ違いますね。いいです。それではね、トイレです。こんな感じでティッシュと手拭く紙がありますね。あとはこんなもんですね。ですが、ウォシュレットはちゃんとついているっていうね、さすが ANA ですね。今回は、28A の座席の、斜め右前のトイレですね。こんな感じです、まあ、こちらには、ベビーのカエル台所も、ね、ないですね。それではね、おそらく機内サービスが何かあると思いますので、
簡単なものだと思いますけども、あると思います。まあ、これね、トマトジュースいただいて、まあ、せっかくなんでね、ちょっと映画を少し見て、休みたいと思います。サラダとサーモン。
着陸したんですけども、ほとんどね見えないですね。ただ画面揺れただけにしか見えないですね。それではね、飛行機が止まるまで、もうしばらくね待ちたいと思います。それではね、無事着陸できましたなんですけども、外映したんですけどね、ただ画面揺れただけでしたね。反射してまだね、日が全然昇ってないんで反射して全然見えなかったですね。残念。飛行機はね止まるまで、もうしばらくね待ちたいと思います。ありがとうございました。それではね、クアラルンプール国際空港に、着きました。今回は、東京からクアラルンプール、ANA エコノミークラス 28A という非常口座席でね、来ました。今回はですね、チェックインの際にはですね、お隣さんがいなかったんですけども、搭乗時にはね、お隣さんが埋まっていてですね、ちょっと残念だったなっていう感じですね。ちょっとチェックインの時はね、隣空いてますって言われてたんですけども、搭乗したら埋まっているということでね、まあ、そういうこともありますよね。非常口座席ということで、まあ、正直足はね、伸ばして、過ごすことができましたので、前回だったかな、東京行きのフライトは本当に、3列中の窓側でしたので、まあ、それに比べるとね、まあ、かなり快適ですよね。なんか気兼ねないっていう感じですよね。足伸ばして過ごすことができますからね。それではね、今回は、こんな感じでね、動画を終わりたいと思います。ダイヤモンド仕様ね、ラスト前ということで、とうとうね、次で、ダイヤモンド仕様ね、最後となります。最後ね、クアラルンプールから東京、になります。ひとまずね、ここで一回ね、動画区切りたいと思います。この動画面白かった、役に立ったっていう方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。